列車遅れの原因は夫婦喧嘩だった。6日午前6時半ごろ、大分市西署の JR 大在駅構内の線路付近で靴7足が見つかり、JR 日豊線の上下線、計5本の列車に最大27分の遅れが出た。怪我人はなかった。大分東署によると、5日午後11時ごろ、線路近くに住む男性会社員が、妻と口論になり、腹いせに妻の靴を投げ込んだという。署は、往来危険の疑いで捜査している。同署によると、靴は1足の、片方がレールの間にあり、残りは線路脇にあった。列車の運行に支障が、出るかもしれないと心配になった妻が、6日午前5時10分頃に、JR 九州に連絡。JR は、始発の上り普通列車、2両編成を、一つ手前の駅で停車させ、社員に靴を取り除かせた後、運転を再開したという。